とレアなドロップ品出ちゃった。キリト君にあげるよ。今の戦闘キリト君の方が貢献してたもんね。二人のものだったのに。でもこのドロップ品はやっぱりキリト君にあげるよ。私よりもキリト君の方が使いこなせそうだもん。私だね。ごめんね。私、本当は最近ちょっと辛かったんだ。うん、それもあるかも。システム的な問題だって分かっていても、ふとした瞬間にキリト君のステータスが見えないと、なんだか不安になる。それにね、22層の家に帰れなくなっちゃったじゃない。あの家にはキリト君と一緒の思い出が全部詰まっていたから。同じ宿屋で眠るのも嫌なわけじゃないけど、寂しくて。元気を注いでほしいな。
になれそう。お邪魔しまーす。誰もいないのかな。何かイベントが始まりそうだね。お客様でしたか。普段は工房にこもっているもので気づかず失礼しました。ここに工房があるんですか。ええ、この建物の裏に。修道院の神父たちで銀や貴金属の鋳造をしています。主に指輪の類のアクセサリーを売って生活の足しにしているんですよ。どのような指輪でしょう。杉の指輪です。ほう、杉の指輪ですか。キリト君、神父さんの頭の上、金色のクエスチョンマークが出てる。言ってた儀式のクエストってこれのことだよね。
本当は他の話題で起動するのかもだけど、まあうまくいったからいいじゃない。お入り用でしたらお作りしますよ。普通の指輪だったらすぐ作れます。この層で手に入る金属を使えば素晴らしい輝きの指輪ができますよ。ですが強い怪物が守っているため材料が手に入りづらいんです。この町の西に縄張りを持つ怪物なんですが、この辺りで修行しながらゆっくり力をつけて戦いに挑むといいですよ。神父さん、ありがとうございました。材料が手に入ったらすぐ持ってきますので。お待ちしております。道中はどうかお気をつけください。うん、分かってる。すぐに材料集めを始めましょうか。キリト君、準備はいい？行きましょう。そしてその前にいるのが、でも私たちなら楽勝だよね。
回収しないと。これは驚いた。もう持ってこられたんですか？一体どうしたらこんなに早く用意できるのですか？それは素晴らしい。そんなお二人に急いで指輪を作りますので、ちょっと待っていてくださいね。お待たせしました。こちらが指輪となります。特殊な材料を使っておりますので、普通の指輪とは輝きが違いますよ。やはりあなた方も例の儀式に挑戦なされるのですか？祝福の儀式ですよ。この指輪をつけたまま、禊の湖、思い出の地、絆の神殿を巡ることを言います。あなた方のようなお若いお二人がよく挑戦されていらっしゃいますよ。ここからが祝福の儀式の本番ってことかな。私たち、また。一
緒に頑張ろうね、キリト君。
るチャンスだ。